All right, let's go, Adachi. Are? Adachi-san, doko da? Koko de machiawase tsutta no ni yo. Tonikaku, ano jigyo wa ima sugu baikyaku suru n da yo. E? Mottai nai? Itsumo itteru daro. Business to josei wa catch and release da. Kirei ni migaki age te saikou no kagayaki o motta toki ni te banasu. Da kara kachi ga masu no sa.ん？オフィスに戻れだって？ Oh my god、何のために君らに高い給料を払ってると思ってんだい？ Oh、僕のナイトライフに仕事してる暇なんてないんだよ。ふう、やれやれ。よ、忙しそうなそこのあんた。What？ この辺でガタイのいいおっさん見なかったか？ガタイのいいおっさん？Sorry。僕の目には綺麗なレディしか見えないんだよ。おっと、そこへ。待ち合わせかな？相手に電話してみるといい。あ、そういや足立さんにスマホもらってたな。おお、ちょっと待てよ。電話のかけ方どうやんだ？おや、慣れてないようだね。貸してみな。僕がレクチャーしてあげよう。お、いいのか？なーに、お安いご用さ。おお、こら、見つけたで。もう逃げさんぞ、こら。大見連合。くそ、こんな時に。あれ、日光方。どない落とし前つける気。Who are you？ どちらさん。じゃあ、踊れ、わしらに不良物件売りつけてやる。ああ、さてはこの間のヤクザ屋さん、我が社からガールズバーの営業権をお買い上げいただいた。あの店絶対儲からんやんけ。どない落とし前つける気や。おかしいな。僕が経営してた頃は毎月繁盛してたんだけどね。アホ寝かせ、毎日大赤や。おなごはどんどん辞めるし、客も入らん。デッキ代も払えんわ。ハハハ、そこは君たちがもっと営業努力をしないと。なんやと？もともと不良物件やったんちゃうんかい。倍額で買い取れや。わお、ナイスジョーク。もっとれ、大見連合舐めとるか。待てよ。なんや、この人は俺にスマホの使い方を教えてくれるとこだったんだ。用があんなら列に並びね。なんやと？あ、ちょ、待ってください。こいつ、赤スーツのもじゃもじゃ頭や。ん？ほら、兄貴たちが言うてましたや。登場会の残党がおったって。それが赤スーツのもじゃもじゃ頭。この野郎、もじゃ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 言いやがって。君もなかなかトラブルメーカーみたいだね。あんた、ニック大型だったか？危ねえからちょっと下がってな。ここは任せちゃっていいのかい？なあ、そん代わり片付いたらスマホの使い方を教えてくれ。オーケー。こっちこっち抜かしよって、いてまうとこら。やる気だけは十分のよ。手加減しねえぜ。よし、やっ、う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 っ、Just works. Like everything makes sense. Feels just like you would expect. Oh, that was some magnet grab. Feels just like you would think a Yakuza would if you were playing a normal turn, like not turn based game. Again, though, the turn based is very good in this game, so you should still play this game turn based if you've never played it before. いいね。I use my skills here. You fucked me up a little bit. よし、勝ったな。I think I leveled up. ああ、痛そう。で、本当のとこ。こいつらに言ったのは不良物件だったのか？
まさか。月数百万円は売り上げてたんだ。ガールズバーにしては有料物件さ。そいつをなんでこんな連中に売ったんだ。あんまりしつこくみかじめを要求してくるもんでね、何度も断ったのに。そない楽に稼いどったら月10万くらいええやっけ。だから僕は言ってやったんだよ、そんなに楽そうなら自分たちで経営してみたらって。そんでこいつらに店を売ったってのか。イエス、さっきこいつら言ってたろ、月10万円くらいって。僕はいくつもビジネスを手掛けてて、毎月何億って金を転がしてる。しかしそれができるのは、月に10万稼ぐことがどれだけ大変かを心得てるからさ。なるほど、だからこいつらにも10万円の重みを味わわせようと。そういうこと。案の定彼らはその重みを思い知らされたようだね。ビジネスってのは女性と一緒さ、追いかける一方じゃ相手は逃げていく。要は駆け引きと愛情だが、それを続けるには努力が必要だ。どうだい、まだあの店を続けるかい。もうゴリゴリや。あんな店持っとるだけで借金が増える。なら僕が買い戻そう。ただし君らが買った時の半額でだ。くそが、それでもこんのじゃ。Characters in this game are so good and well, so good, so well written. ところで君、名前は？春日だ。春日一番。一番？へえ、ナンバーワンってことかな。は、僕はニック尾形だ。今回は助けられたね。感謝する。おお。で、それはそうとさ。スマホの使い方だろ、もちろん忘れちゃいないよ。じゃあ早速教えよう。一番のスマホを出してごらん。おお、これでなんとか使えそうな気がするぜ。サンキューニック。どういたしまして。よかったらこれも何かの縁だ。時々メールを送らせてもらってもいいかい。これからはメル友だ。なあ、まあいいんだけどよ、俺はちょっと訳ありだぜ。今日無所を出てきたばかりだ。ノープロブレム、そんなの僕は気にしない。一応言っとくと、罪状は殺しだ。おっと、そうなのかい。それはまた。随分とバカ正直な男だね君は。ますます気に入ったよ。そうか。大丈夫、安心していいよ。僕の周りにはいろんな経歴の人間が山ほどいるんでね。君よりもよほどうさんくさい友人だって一人や二人じゃない。ちなみに言っとくが、俺の周りにはあんたほどうさんくさいやつはいないな。これはご挨拶だね。一番に一本取られたよ。おう、じゃまたな一番。無理に連絡くれなくてもいいんだぜ。悪いが意地でもメールさせてもらうよ。Such a good game. おい、カスナ。なんだよ、今のあいつは。Still well written. 俺の初めてのメル友だよ、足立さん。あ？そっちは今までどこ行ってたんだよ。ここで待ち合わせっつったのはあんただろ？いや、ちょっと腹ごしらえと思って牛丼屋にな。で、久々に特盛り頼んだら食うのに時間かかっちまってよ。俺も年だね。ったく。お前の方はどうなんだ？これから近江の会合に潜り込むんだぜ。しっかり準備できてんだろうな。